厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は史上最も有名な作曲家の一人、ベートーベンの愛した女性たちをご紹介します。その中には有名なエリーゼのためにのエリーゼにあたる人物や、不滅の恋人と呼ばれる女性、そして生涯独身を貫いたベートーベンの子供を産んだと言われる女性も登場します。それでは行ってみましょう。ベートーベンの初恋はグロイニング家という貴族のお嬢様、エレオノーレだったと言われています。ベートーベンがエレオノーレと出会ったのは13歳の頃だったと言われています。この頃ベートーベンは宮廷のオルガニストとして活躍していました。そして貴族の子供たちにもピアノを教えていたようです。その中の一人がベートーベンより半年だけ年下のエレオノーレでした。エレオノーレとのレッスンが始まった約3年後、ベートーベンはお母さんを病気で亡くしてしまいます。それにショックを受けたお父さんはアルコール依存症になり、職を失ってしまったのです。ベートーベンはお父さんの代わりに弟たちを育てるために、わずか16歳で一家の大黒柱になりました。そんなベートーベンを助けてくれたのがエレオノーレのお母さん、ヘレーネ夫人でした。ヘレーネ夫人はベートーベンを我が子のように可愛がってくれました。貴族の礼儀作法やドイツ文学、ラテン語などを教えてくれて、休みの日には娘のエレオノーレやその兄弟たちと一緒に遊びに連れて行ってくれたそうです。こうしてベートーベンは家族同様に育ったエレオノーレに恋をします。エレオノーレもベートーベンにネクタイや詩を贈り、二人は交流を深めました。しかしエレオノーレの家は名門貴族、ベートーベンとは身分の差がありました。そして徐々にこの初恋は熱い友情へと変わっていきます。エレオノーレはベートーベンの親友で医者のベーゲラーと結婚しました。ベートーベンはこの夫婦と生涯にわたって友情を育みました。ベートーベンの次の大きな恋は30歳の頃だったと言われています。この時ベートーベンはウィーンで超人気のピアニストになっていました。そんなベートーベンにピアノを教わりたいという貴族たちもたくさんいました。その中の一人が当時17歳のジュリエッタでした。この時ベートーベンは難聴に苦しんでいたのですが、ジュリエッタとの出会いがその苦しみを和らげてくれたようです。有名なベートーベンの名曲ピアノソナタ月光はこのジュリエッタに贈られたものでした。ベートーベンがその頃親友のベーゲラーに送った手紙にはこんなことが書かれています。一人の愛らしい夢のように魅力的な少女が私の人生に変化をもたらしてくれました。彼女は私を愛し、私も彼女を愛しています。そして生まれて初めて結婚すれば幸せになれるのではないかと感じているのです。しかし不幸にも彼女は私とは身分が違い、今は結婚することなどできないのです。エレオノーレの時と同じく身分違いの恋だったので、ベートーベンも多くは期待していなかったようでした。そしてこの恋も進展しないまま終わりました。
ジュリエッタと出会う少し前、ベートーベンには別の魅力的な出会いがありました。ジュリエッタのいとこにあたるブルンスウィグ姉妹との出会いでした。姉妹にレッスンを受けさせたいと姉妹のお母さんから依頼があったのです。当時29歳だったベートーベンはこの依頼にすぐに OK の返事をしました。理由はとてもシンプルでした。ブルンスウィグ姉妹がとても美しかったのです。お姉さんのテレーゼ・ブルンスウィグが24歳、妹のヨゼフィーネ・ブルンスウィグが20歳でした。返事をしたベートーベンは早速翌日から張り切ってレッスンをスタートしました。レッスンは毎日続き、3人は先生と生徒という関係以上に友達のように仲良くなりました。しかしそこから間もなくして妹のヨゼフィーネの結婚が急に決まったのです。相手は経営者のダイム伯爵でした。ヨゼフィーネのお母さんと同い年の49歳でした。ヨゼフィーネがお母さんとお姉さんと一緒に美術ギャラリーに行った時に、たまたまそのギャラリーを経営しているダイム伯爵に一目惚れをされたのです。二人は短い交際期間で電撃結婚をしました。しかしダイム伯爵はあまり素行のいい貴族ではありませんでした。禁止されていた血統に関わっていたことで上流階級から締め出されていたそうです。さらにヨゼフィーネとの結婚後には投資で大失敗をし破産状態になってしまいました。そして結婚から4年半でダイム伯爵は急死してしまったのです。ヨゼフィーネは25歳、4人の子供たちと共に残されてしまいました。ベートーベンはそんなヨゼフィーネの心の支えになりました。そしてベートーベンはヨゼフィーネを愛するようになるのです。34歳のベートーベンはヨゼフィーネへの手紙で、あなたは私のすべてと何度も愛の告白をしていました。ヨゼフィーネもベートーベンを愛しそれを伝えていたそうですが、世間体を気にしたのでしょうか、ベートーベンと結ばれることはありませんでした。そしてその2年後にはベートーベンの元を去り、結局別の貴族の男性と再婚したのです。一方お姉さんのテレーゼについてはベートーベンと婚約していたという説もあります。真実かどうかは定かではありませんが、こちらも身分違いで解消してしまったようです。ちなみにこのテレーゼは後に立派な教育者となりました。保育園を設立したり、女性の自立を支援するための学校を作ったり、生涯を人々の教育に捧げたのです。ヨゼフィーネと離れてしまったベートーベンに39歳の春、新しい出会いが待っていました。友人のグライヘンシュタイン男爵が自分の恋人のお姉さんを紹介してくれたのです。それが当時18歳のテレーゼ・フォン・マルファッティという大地主のお嬢様でした。これまでも貴族の女性にばかり恋をしてきたベートーベンは身分違いの恋を諦め続けてきました。しかし今回は違ったようです。真剣にテレーゼとの結婚をしたいと考えるようになりました。テレーゼのお母さんがピアノを購入したいといえば、自分の人脈をフル活用して手配に奔走するほどでした。貴族のテレーゼに見合う自分になろうとし、ファッションにも気を使うようになりました。グライヘンシュタイン男爵にお願いをして、高価なシャツやスカーフを揃えました。ある時はテレーゼに対して教養のあるところを見せたいと、こんな手紙を送って格好をつけていたようです。ゲーテのヴィルヘルムマイスターを読みになりましたか？シュレーゲルが翻訳したシェイクスピアの作品を読んだことがありますか？この真剣な恋の相手テレーゼこそがベートーベンの名曲エリーゼのためにのエリーゼだと言われています。
しかしこの真剣な恋もすぐに破れてしまいました。マルファッティ家とテレーゼ本人から男爵を通じてはっきりと交際を断られてしまったのです。ベートーベンは自分が振られた理由が全くわからなかったようです。そしてあまりのショックに震える手で手紙を書きました。僕を熱狂の最高峰から奈落の奥底に突き落としたと、自分の名前を書くのも忘れて書き殴ったのです。ベートーベンが最後に愛したと言われているのが不滅の恋人と呼ばれる人物です。その人物に宛てた手紙の中でベートーベンは私の不滅の恋人と呼びかけているのです。しかしその手紙には相手の名前は書かれていません。それは名前を書かなかったのではなく書けなかったのだと言われています。ベートーベンの不滅の恋人は夫のいる女性だったからだと考えられているのです。その相手は10歳ほど年下のアントーニエ・ブレンターノ夫人です。出会ったのはちょうどテレーゼ・フォン・マルファッティに交際を断られた頃だったと言われています。アントーニエの夫はフランクフルトの大商人フランツ・ブレンターノでした。アントーニエは忙しく心も離れていた夫との関係性に悩んでいて、離婚を心に決めていたようです。そんなアントーニエをベートーベンは音楽で癒してあげていました。そうするうちに愛情がどんどん膨らんでいったようです。ベートーベンはアントーニエの娘にも曲を送り、二人は強い心のつながりを感じていました。しかし二人の愛情が育まれていた頃、ある事件が起こります。かつてベートーベンの元を去ったヨゼフィーネからベートーベンに連絡があったのです。ヨゼフィーネは再婚した夫が蒸発していたことで悩んでいました。そのことをかつて愛したベートーベンに相談したのです。ベートーベンはチェコまで旅行に行き、ヨゼフィーネに会いお金を届けてあげました。そしてそこで男女の仲になったのです。そこから数日後にベートーベンはアントーニエに会いました。そこでアントーニエから衝撃の事実を聞かされます。アントーニエが別居中だった夫の子供を身ごもったという話でした。そして子供ができたことを知った夫はアントーニエとの関係を修復しようと、これまでの態度を一変させたということでした。動揺していたベートーベンにさらに衝撃的なニュースが届きます。今度はヨゼフィーネがベートーベンの子供を妊娠したと知らせてきたのです。ヨゼフィーネの子供の父親が本当にベートーベンだったのかは分かりません。しかしこの一連の騒動を経て、ベートーベンは不滅の恋人アントーニエと離れ、そしてヨゼフィーネとも関係を続けることはなく、生涯独身を貫いたのです。さて、ここまでベートーベンの恋愛遍歴をご紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。そして皆さんのコメントもいつも楽しく読んでいますので、ぜひご感想はコメントにお寄せください。今日の動画を見てもっとベートーベンについて知りたくなったという方は、ベートーベンの生涯と名曲をたっぷりご紹介しているこちらの動画もぜひご覧ください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラや演奏家の紹介や名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックをもっと知りたくなったという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。